母さんがまずお姑さんを粗末にしてみせる。我が子の前でね、我が子の前でそのお母さんがおばあさんを粗末にして見せていれば、我が子はそうしていいもんだと、もう子供の時からそう植え付けられるんだから、そうすればその同じことを自分が年取った時にそのやられるんだっていう、同じ仕打ちを受けるに決まってんだから、その辺よく考えてそのエゴイズムを植え付けていいんじゃない、一切非常に哀れみでかくして、その神を敬いしも哀れみって、その気分を植え付けることが一番大切だ。それからその次、今度はおじいちゃんおばあちゃん生きる生き方ね、これはもう私自身が それには足突っ込んできたからね。この間もね、私いつも宇治川のべりをこう歩いてるわけだけど、あのいつも私にね出会う人が声かけてくれて、お達者ですなってね言うて、ありがとうって言ってんだけど、お達者ですなっていう感じではね、いくつもしてお達者なのかってね私思ってたんだね。そしたらこの間はね、お達者ですな、もう80ですかってもう言われたのに、私がもうギャフンとしたね、あのちょっと80はひどすぎやしないかってなんもなんでもね、これでもしょうがない、そう見えるんだで、まあ私自身がもうだからおじいちゃんおばあちゃんの世代なんだからね、このそういうつもりでまあこととして言いたいんだけれど、私はねこの今考え、もうこう何年か前から考えられてそれからその高齢化社会っていうのになってくるじゃない、それでね、そういう老人たちの老人パワー、オールドパワーを結集してた、そして新しい時代を切り開くね、実物見本となりたいっていうね、そういうことを考えてんだけど、それで私そういう文章もいくつか書いてんだけど、誰もちっともピンともすんとも反響がないところにいるとどうなるかなで今の時代の老人っていうのは本当にね、あれだな、若い頃からの我欲を満たすっていうことね、それだけの続きで来ていて、そしてそれがもう今度なんていうか満たされなくなってきてるでしょ、それどころか相手になってもらえないっていう思いしてるんだね、寂しい思い、そしてぐずってるのが多い。この間も創世記で話したけど、この間私そんなのが続くんだけどね、私のところに手紙を起こした人に、私はね座禅はとてもできそうもありませんから、この新興宗教とこの新興宗教とね、どっちの新興宗教は入りましょうかって言って、私に相談の手紙って私がちょっとそのね見当がちょっと違いすぎやしないか、だけど私まあしょうがない、そのこれどうせ相手になってもらいたいっていう老人なんだな結局は。でまあ私が優しい
おのこだから。それで相手になってもらいたいんで手紙を起こしたんだろうと思って、まあ自分を生きるのは自分以外ないのだから、だからあなた自身が選んでお入りなさいとこう書いてあったけどね。そしたらその2、3日の時に朝っぱらから電話かかってきた。これはね、男の老人の声だ。私は猫を可愛がっていた。ところがその猫が死んだ。これをご先祖からのね、生けてあるお墓にその葬りたいと思うけど、それでいいもんでしょうか、どうしようかっていう。これもね、私とはどう関係ある の、知った腹が立ったけれど、まあしかしそれはこれやっぱりその老人ね、その相手になってもらいたいだけだ。だからまあそれは実際にお墓をお守りしているお寺のお盆さんに相談なさいって言って答えたけどね。こういうぐずってる相手がないんで誰か相手になってもらいたい、そういうような老人が多くなりすぎてんじゃないかな。でその点ね、昔はね、だいたい古老たちっていうね、古老っていう言葉があるでしょ、古老たちっていうのは尊敬されるべき存在だったんだ。ところがこの生存文明時代に入ってからだ、その、そういう尊敬されるべき古老たちは育たずに、それこそ文字通り廃棄物、廃棄物の一歩手前のような老人がばっかりになったと思う。これも老人が老人としての品位がなくなったんだ結局。それでこの間もね、老人ホームへ公園にこの前行ったんだけれどっていう坊さんが来て、それで私に話してくれた。老人ホーム行って公園に頼まれたから行ったところが、その老人ホームの人からね、葬式とか死ぬとかっていう言葉は禁語ですから絶対に使わないでくださいって言われたっていうのね。そういうようなその、なんていうかな、変に甘やかされた老人だからダメなんだよ。それで結局そういうこう、ただ生存っていうことがね、生存っていうことからばっかり考え価値を置いてるから、死ぬとか葬式とかっていうのはこれはもう悪いってこう決めてるわけね。もっと生命っていうのは死んで生まれて生きて死ぬんだから、これ本当にそれをはっきり見るようなそういう生命の真実として年取らなくちゃいけないと思う。そうでなきゃ本当の意味で尊敬されるべき子老たちは育たないね。でだ、私はね、その老人パワー、要するにオールドパワー血獣大会っていうのを開きたいんだよ。そしてだね、まあなんだったら揃いの赤ちゃんちゃんこに赤箸巻きぐらい作ってもいいわ。そしてまずその血獣した宣言ね、この宣言文を読み上げますから。我ら同じく遠からず死んでゆく我が身、同じく死の前に立たされている我らの自覚を結集して互いにいたわり合い慈しみ合う地球一家の時代を切り開こう。そのための一遇を照らす我ら足らんことを期す。AAO AAO っていうのこういうAAO
ってこう頭手放しねこういう宣言文を読み上げてた。そして今度は誓い誓いね、一つ、我ら生まれる以前に下ろされてしまったところから全てを見直し見渡す。二つ、我らすでに棺桶に入ってしまったところから全てを 見直し見渡す。これで万事解決、ぐずりませんそういうその誓いをねやろう。どうですか一つそういうそのオールドタワー欠如の大会開こうじゃないですか。私もうそろそろ80になるからでね、結局以上、一口に言えばだ、みんな単なる生存分の生存としてのね、一歳分の一の自分を生きるのではなしにだ、一歳分の一歳、そういう自己の生命の地盤で生きようってことです。一口に言えばね。そしてそれをその上に書い前に書いたあれで言えばだ、ここの このヘリコプターではなしにこれで生きようと、こういうことね。この子まで天地いっぱい子まで生きよう、そういうことなんです。この天地いっぱいの子まで、これはね、これを道元禅師は自由三昧って言うのね。自分が自分を自分するという沢木老師が言う、自分が自分を自分するよ、天地いっぱいの自己が自己を自己する、そういうような生き方で、これでね、ところがまたここにもう一つ問題が出てくるのは、今このヘリコプターダメで、こっちの方へ転換しようってね、これがちょっとそれができるなら問題がないそこへできないところが問題ですっていう話が出てくるじゃない。でこれはね、どういうのかそこがね、今発心修行っていう問題が出てくる。発心修行という問題が出てくるんだけれど、そのために今この問題になるのは時間という問題、生命の時間だ。生命の時間というのはね、その時間というやつは刻々なんだ。でこれまあ時間のについての話は人生家特本に私よく書いてるんで、あれ以上私今ここへ付け加えることもない。でまあ大体人生家特本読んでいただきゃいいんだけれど、それを今ここじゃちょっとまとめて言うとすると、結局の話ね、生命の実物って、まあ、普通考えている時間っていうのは長く過去から未来へ向かってずっと流れているね、時間の中に今私たちは生きてると、こうみんな思ってんだ。ところが生命の実物としてはって言ったらね、実物は今切りの今しかないんです。いいですか、その決して過去っていうものはもう今ないんだ、未来っていうのはまだ来てないからないんだ。でいつでも今切りの今なんで、
あ、これは古いって言ってね、これはの何年前に買ったって言ってね、言うのは、これは古さっていうね、そのものが、状態が今ここにあるから古い。そしてその古さっていう今の状態を通して、これ何年前に買ったんだっていうね、いうような話なで、何年前っていうのも今の脳細胞のその記憶のしてあるだけだ。で、結局の話ね、あるのは未来に対してもそうだ。これね、このうち古いから建て替えようって言ったら、建て替えようっていうのこれ予定として、そういう予定として、頭の中に、今の頭の中にあるという、そういうあり方ですね。で、過去も未来もない。あるのは現在切りの現在、刻々の現在切りの現在。そうすると現在っていうのは そういう過去も未来も含んでるんだから、随分大きな厚み持ったもんかっていうと、そうでない。一瞬先は過去、一瞬未来、後は未来でしょ。そうして現在じゃないんだ。そうすると現在っていうものはね、過去と未来と取り去ってみると、現在っていうのは本当に無の一点、一つもこれだけの大きさがあるってもない。この無の一点っていう、それが前後裁断してるんだね。前後裁断している無の一点が刻々とつながってる。そしてその刻々が今全体の世界を展開してるんだ。だからね、今は無の一点でしょ。この無の一点が一歳分の一歳。そしてまたこれは一歳児分の一歳児。無の一点の今が本当は永遠分の永遠だ。いや、これも決してこの私の単なる憶見じゃない。いちいちこの講義じゃいちいち私の憶見じゃないっていうことを付け加える。みんな私の単なる憶見だと思うからね、悔しいからね。それでみんな天候上げてる。これ正法眼蔵の宇治の巻にね、その我を排列し起きて人界とせる、これ自分というものをこう展開してね、そして人界、あらゆる世界に作ってしてる。この人界の図もつもつっていうのは、あらゆるもの一つ一つが慈悲なりと、慈悲って刻々、慈悲刻々の慈悲だ。慈悲なりと貯見すべし、そう考える。我を排絶して我これを見るなり、自己の慈と時なる道理、それ格のごとしっていう言葉だね。結局ね、時間というものはそういうものなんですね。自分が生きてればこそやっぱり時間がある。それで普通は時間の中に私が生きてると思うね。そうじゃない、私が生きてるところにこの世界も持って生まれてきたと同じように、私の時間を持って生まれてるんだ本当は。それで自己を排絶して我これを見るなり、自己の自なる通り、それ格のごとし。こうしてね、またこういう言葉もある。じじいの字に、じじいの字って刻々の字、刻々の字だ。じじいの字に、
人無人海あるなり、刻々の時にもうあらゆる世界が展開してる。しばらく今の時に漏れたる人無人海ありやなしやと感想すべして、今っていうね時に、あ、これだけ落っことした、そんなねものはない。あらゆる人無人海は今刻々の中にある、展開してる。でまた用を取りていわば人海にあらゆる人無は連なりながら自なり、宇治なるによりてご宇治なりという言葉があるね。結局ねその人海は、人海にあらゆる人無、この全部の世界は連なりながら、こう刻々刻々自刻々、それで自だ、自刻々のもの、自刻々があらゆる世界だね。これが時間ちゅうもんです。生命の実物としての普通観念としての時間じゃなくして、本当の私が生きてる時間ちゅうもの、実物の時間はそういうもの。それでですね、だから一切の中、一切分の一、一切自分の一、そういう自分だけ考えてらね、一切の世界はもう膨大に広がってって、人無人海広がってて、どうにもね変えようがないと思うじゃない。ところがそうじゃないんだ。人無人海をね、あるのは私の無の一点、自意なんだからね。これなんで、この現在全く今の無の一点、これに立ち返ってみればね、パッともうね、世界は変わるんですね。ぜひともヘリコプターで飛んでいかなくちゃなんないと、思ってる。自分の欲望から出発して、物足りようの思いから、それでぐるぐる回り始めたんでしょ。それでこれはどうしても俺の物足りようの思い、それが満たされないんじゃもうどうにもしょうがないって、そんな風に決めなくていいんだ。パッとその手放しは手放せる、これが欲しいんだ。そしてパッと今度これ宇宙天地いっぱいもの5万に変わっちゃうんだ。そういうのはね、これが行だ。例えばね、なんとかこううまく生きて逆境には陥りたくないとこう思ってると、逆境っていうのが大きくこうのしかかってきて、ほら逆境に落っことしてやるぞって言ってね、やってくるもん。ところがね、それ逆境っていうのね、逆境起こったら逆境を務め上げるぞって言うからね、そう考えてもらった。押すと逆境って言ったらふっと消えちゃう。逆境起こったら起こったとか、俺の住処なんだから。でね、ちょっとの態度でもってガラッと変わるんだね。この前も座禅の話したけど、これ座禅しながら何か考え事しちゃって、まだまだとこうそのあれだ、まあ我々の場合そのそう複雑な悩みはない。大概女の座禅しながら女のことがこう上がる、その考えついちゃってこうなってくる。それも座禅にこう帰ってみるとふっと消えるんだ。これお釈迦さんのその浄土の絵っていうのを見たことあるでしょ。お釈迦さんがたくさんこの修行の挙句したら、その悪魔がお釈迦さんを食い殺すみたいにわーってやってくる。しかしながらお釈迦さんが座禅に傲慢だって言って、座禅にしてるとパッと消えちゃう。今度は女の美人たちがこうバーッとしてきて、若い
あなたはもっとこの、そんな修行なんかつまらないって言ってあれしてるっていう。しかしそれもまた残念にしたらパッと消えるんだよ。それが傲慢だな。我々がね、座禅する場合、右の足を左の上に上げ、左の足を右のももの上に上げて座禅するっていうのは、これはね、傲慢、傲慢だっていう。それの反対は、吉祥座っていうね。これ我々の普通傲慢座をやってるのは、我々修行者、間を下さなきゃならないからだ。で、結局ね、その、すべてのものはね、実物、生命の実物っていう姿勢に帰った時にね、パッと消える。これで、それがね、やればやれるんだ。これを保身。それで、修行っていうのはね、その保身をね、百千万の不発することか。なんだ。俺、保身してて、パッと自己の実物に帰った。この前もトム・ライドっていう私の、あのアメリカ人のでした。私はアメリカ人だから頭の違うネバネバしてるせいかパッと手放してすぐまた浮かびますこれそれだけそのアメリカ人は血が粘っこいんでしょうかって言うからそうじゃないんだ。パッとやったらもう消えてんだけどまたすぐ次浮かんでんだ。だからそれまたパッと手放しちゃまたパッと消える。俺ね結局は百千万の不発するっていうね、その姿勢が大切なんだって、この間そういった結局そうなんだ。この百千の不発する、それでそれをやっただけはやった。このやっただけはやったっていう話、やるの行の話っていうのね、これはねこれ以上言いようがないねそして、まあ今までこういう話ずっと初めから今までやってきたわけだ。これで5回目じゃない。ところがこれね、今まで話した話は本当は嘘っぱち言っただけの話なの。偽物の話しただけ。ほいで、みんな嘘。で、結局の話は、今、生命の実物って言ったら、今やるだけはやるってことだ。以外ないんだ。ただね、どうしてそんな偽物だ、嘘だ、死物。だって分かってんのに話したかっていうと、例えばね、自動車運転でもだ、あらかじめ自動車運転の仕方だけは知らなきゃできやしない。こうすりゃこうなるってね機械の動かし方ね。で、その機械の動かし方の話を今までしてきた。そして今実際にやるっていうのは、今これ実際に動かすようかしら。それ今まで私が話したのは人生っていう人生運転の動かし方の話したんだね。それだけ知ってりゃもう人生運転、してるとは絶対に言えないんだ。人生運転はそれを実際にやることなんだから。で、今操縦方法の話のを前提として、こう機械の動かしが人生の機械ね、機械構造の話をした。で、これをね実際に運転し、その操縦するのはおのおの自分がやるだけやる、やっただけがやった。これを徳一方、通一方、偶一行、主一行ってね。徳一方、通一方。
もそのいちいち健康あるでこの実際の人生運転にはだからね、本当は合格不合格はない。どうせね、その人生みんなの自分の人生は事実生きてんだからね、これもう合格ってはみんな合格だけど、本当にその本当の意味で言う運転してるかって言ったらみんな不合格だ。だから不合格でもあり合格でもあり、みんな合格であって不合格だ。でそこをただ狙うっていう、ね、深さの話だ。だからこれはね、いわば何ていうかな、これからなんか俺が努力して一つの新しい自分を築き上げてっていう話じゃない、ね、だから新しい悟りを開いてっていうんじゃない、悟りの話じゃない。そのどうせ絶対事実として私は私を生きてんだ、その絶対事実に惹かれて私は私を深みに向かってただやるっていうの、これを清浄の主、道元禅師のね言葉で言う清浄の主、そしてそれを清浄の主、どうせ私は私っていうのも絶対的証、これ実証証拠、そういう証ですね、俺は俺を生きてるっていうのは絶対的事実だ。それの中にしかしながら深まっていくっていう、そこに修行で、そういう自己が自己に深まっていくっていう生き方をね、自由放楽、これは本当はね、だから自分が自分になるってことは、これが一番その楽しいことです。それで安楽の法門っていうのはそれだ。それで修行っていうのはね、それは苦しいって言って、それはもう生存的欲望からいや、例えば座禅してるっていうのはそれはしんどいですよ。だけど本当はその生命としてって言う、自分の生命という地盤から言ったら座禅が一番安楽の法門だ。でこれあのまたそれがスミレがスミオレの花を咲き、バラがバラの花を咲き、そういうその自己本来の生命力の話だ。でそういうのはね、それでだからいつも今ここ生き生きと自分に立ち返って生きる、でそういうのが今言った発心ですね。発心なんだけれど、この発心を百千万の個発する、それが修行っていうこと。そしてそういう修行するっていうことが、修行そのものが悟りだと、悟るっていうのが悟りだ、事故っちゃな、そんなもんなんで、これね、これも私の億見だと思われるとまた尺だから天候をあげるけど、本当はねこれ天候なんかあげたかないんだけど、日本人ってやつは天候に弱いもんね、権威に弱いから、その弱さをつけ込んで話しなきゃなそれでしょうがない、天候あげる。これも正法眼蔵発無上心の巻にこういう言葉です。
仏道の信心は草木瓦礫なし風雨水火なり、これを巡らして仏道を鳴らしむる、すなわち発心なり。これ仏道っていうものはね、仏道の信心っていうのはすべて草木瓦礫風雨水火って何もかもです。何もかも仏道の信心だ。信心という心と体、それをこの何もかも出会うところのものを巡らして仏道を鳴らしめる、これがすなわち発心だ。から虚空を殺得して造刀造物すべし、軽水を聞くとして造物造刀すべし、これほつあのくたら三脈三菩提なり。だから虚空あるいは軽水というかの谷の水だ、そういうのをね取り上げて、そして仏さんを作らなきゃならない。それでその何に出会ってもそれを取り上げて仏を作る、これがそのほつあのくたら三百三菩提なりという。それで大切なこれからだ、一発菩提心を百千万発するなり、これね今言うこの血が粘っこくってもそれ手放しは手放せる、またパッとこう上がる、それをもう手放す手放す手放すと百千万の発、首相もまた格のごとし、しかあるにそれなのにだ。普通はね発心は一発にしてさらに発心せずだあやろうって言ってね一点思うだけで、そしてその修行は無料なりで、消化は一生なり、その、だから一遍だけ発心してやろうと思って、そしてまあ修行をずっとたくさんやって、そして最後にパッとあ悟ったっていうね、そういう一発の発心。消化は一生なりとのみ聞くは仏法にあらず、仏法を知れるにあらず、仏法に合うにあらず。千の子発の発心は定めて一歩心の発なり、もう千の子発する発心も今ここ、千の子発するんだから、どうせ百千万の子発をたくさんね発心するんなら、まあこれ惰性でやればいいって、そんなんじゃない。今いくら百千万の子発でも今ここ一発する、それが大切。生命の実物に今こう変える。千の国人の発心は一歩心の発なり、一歩心は千の国の発心なり、首相展望もまた格の私っていうね。だからこの辺でね、我々の本当の生きた修行態度っていうのはね、どうなきゃなんないかってね、はっきり決めなきゃなんない。要するに我々の生存ボケしちゃいけないともすると金、生存ボケして生活がいい、金がいいんだって、そうだけになる。それをパッと手放して、そして生命の実物に帰るってことね。俺生命の実物に帰り帰り。だからね、決してね悟りって言って向こう側にあるもんじゃない。悟りってものはね、追っかける対象に向こう側に置いてんだったら、どうせ悟りじゃない。そうじゃない、ここ今ここ、この自己の生命の実物に変える。だいたいねこれだから、直一歩、通一歩、愚一行、周一行、今ここ出会ったところでやるだけやる。だからね、結局刻々我々天地いっぱい自己切りの自己生きてんだ。心配いらない、みんな誰でも彼でも天地いっぱい自己切りの自己を生きてる。だからその刻々天地いっぱい自己切りの自己のっていう、その絶対事実にの引力に惹かれてね、俺を真宗じゃ、その阿弥陀様のご本願、そのご本願に惹かれてた。それで刻々天地いっぱい自己入りの自己の一人楽しむ、この
こまで行くんだね。でこの天地いっぱい自己入りの自己っていうと、なんか空間的な広がり考えるから言った、それでダメだよ。空間的広がりの話じゃないね。そういう観念の話や。他との兼ね合いなしに今ここ自己の実物を生きること。今もうこの間ね、その今私の弟子の一人アメリカに行ってる、そこに来てるマイケルっていうのアメリカ人が私に手紙を起こして、普段の生活平素どのような気分で生きたらいいでしょうかっていうね、そういう手紙を起こしたね。それで私そのこういう七五調の歌を作ったんだけど、これ小学さん訳したんじゃないのか、トムさんか、こういうのこれ七五調でアメリカ英語に訳したかどうか知らないけど、こういうのね、良いも悪いも好き嫌い、たとえどちらへ転んでも、出会った限り我が命、頭手放し生き生きと、命大事にただ生きるね。そういうこれ、自動車運転考えつつこのあれをよく味わってもらったらいいと思うんだね。その自動車運転してんのにいいも悪いも好き嫌いも言ってちゃダメだもんね。良いも悪いも好き嫌い、たとえどちらへ転んでもって、どういう風景にも展開してくるんだから、自動車運転してる時ね、車あっち行きゃいいのに、あっ半畜生そんなこと考えてちゃダメだもん。今出会ったところ、たとえどちらへ転んでも、出会った限り我が命、今事実出会ってる自己の生命の風景だ。で頭手放し生き生きと、頭手放しして眠っちゃダメだ、その頭手放しして生き生きと、命大事にただ生きるってことね。これが今言うこの天地いっぱい自己入りの自己の主観っていう、ただ生きるってこと、主観のことに。でそういうねことがね、あれなんだけど、この主観、症状の主症一のっていう道元禅師のねあり方の例としてね、今実例として言うならば、私ビルマ人っていうのは非常に今感心してるところがあるね。ビルマ人っていうのは私前からね非常に好感持っていた。ところが私ビルマでもって戦争中ビルマで過ごした人にビルマの話聞いてバカに感心して、それからビルマの文字のビルマのパゴダへテキューさん連れてってもらったんだね。あそこ行ってビルマのボンさんの話聞いて、そしてビルマ人です、素晴らしく好感持って、そこへまたビルマ人がやってきたもん。そしてビルマの仏さんを私にくれて、それからまたその後ビルマ大理石の仏さん送ってきたけれど、このビルマ人今地球上でね、私一番好きな国民って言ったらビルマ人、それから正論人だね、あたりだと思うね。これ南方仏教の本当に行き渡った国だ。で何しろ感心したのはパゴダで、その今晩ビルマのテレビがあるから見ようと、見せてもらいに行こうと思ってんだけどね、パゴダがこうあって金箔がもう
ベタベタにこう貼ってもう金のパゴダなんだね。そこへお寺に参るとまた金箔売ってんだっていうもんね。そうするとまたそれをあの買って、そしてお寺へ納めてまたこうあの貼るんだ。そうすると金箔に厚みができてるっていうもん。こうしてこれ、うん、あのビルマ人にとっちゃ そういうお休みのね時にはあのお弁当を作ってパゴダ行って、一家でそのパゴダの中の仏さんがたくさん、みんな お釈迦さんだけど、その仏さんがたくさん祀ったのにみんなこうお供えして、それを仏さんを拝みながらそのご飯食べるっていうのが一番その楽しみっていうんだから、ちょっと今の時代に考えられないほどありがたいですあの国民だね。何しろその私のところに来たビルマ人のモンモンルインさんっていうのを見た時、あのモンモンルインさんに出会った後こう日本人の顔を見たらみんなすりかかっぱらに見えた何しろ、いや今日も中山さんとあの小畑から乗ってくるのに、小畑の駅にこの頃あの新式のね、あのなんかあの改札あの札売りが機械がね、100円あ1000円札入れるとプッとこうあの吸い込んじゃって、そしてあのお釣りが押すとお釣りがダラダラって出てくるのね。おっと私なんかこれやっぱり1000円札と同じ大きさの紙作ってちょっとやってみたくなるね。あれやったらどうだろうって、今中山さんと話してまさにやっぱりすりかかっぱらいだもんどうしても日本人としたらそう思うじゃない。その千円札入れてちょろちょろっとこう入っていっちゃって、こう押すとザラザラって本物のあのお釣りが出てくるんだら、同じ紙切ってやってみたいなってそう思うもん。ところがビルマ人は金箔がそんなに厚みがあったってそれ剥ぎ取ろうと思わないっていうのね。日本人だったら誰だってその話聞いただけでこれよく剥ぎ取られませんねって言うじゃない誰か。それだけ剥ぎ取りたいんだそれほどね、こうこの世の中であの天国みたいな国もあるんだね。それっていうのがね、ビルマっていうのは誤解をよく保ってる、不摂生、不中と 不邪淫、不毛語、不音術ですね。これが誤解です。これをね、この間もビルマパゴダの国へっていうね、NHK 総書から出してる本に、そういう本があったんで買ってきて読んでた。その中にビルマ人にのお役人の人に、まあ普通の人ですね、その人にあんたも仏教とかって聞いたら、もちろんそうだ、でそれじゃあ誤解保ってんのかって言ったら、もちろん誤解はその社会人の当然のことだって言った。だけどあんたのお役人だから、あのたまには人との付き合いでね、そのお酒飲むことはないかって言って聞いたら、これは飲むことある、その時は4回で恥ずかしながら時には3回の時もある、そう言ったっていうのね。そういうのが書いてあって、そのこの書いてある人はその辺の誤解保ってるって言いながらね、あのだんだんこう減っていっちゃうんだから、その辺から怪しくなるっていうようなこと書いてあったけど、私それ見て感心した。俺ね、まさにお釈迦さんの言われるハーダイ目者を、ビルマ人っていうのはそういうのはハーダイ目者の精神をこのそこまでよくあの行き渡ってんのかっていうことね、普通の人に。というのはね、まだその皆さんに分かんないかもしれないけど、結局ね、今私がね、あの
いろいろ生命の構造として話してきたでしょ。これもね、こういう難しい話したんじゃわからないから、あの南方仏教では5つの戒として不摂生不中と不邪淫不妄語不音樹というその5つの戒として教えてるわけですね。生命の真実は誤解だと。そして俺もう生命の真実なんだから、これ私が思っても思わなくても信じても信じなくてもそうなんです。で例えば あれだ、これ生命の泉はここにあるぞって教えられた、これそれを組み上げたら、組み上げた人だけが組み上げた、組み上げなくてもその泉はなくなることはない、これはあるんだからね。それと同じように誤解は一旦もう絶対事実としてある。あと今私が話しているのも生命の真実のあり方を今話しているんだ。これはあなた方が嘘だと思おうと思うまいとに変わらず、今これ絶対事実なんだ。だから私が初めから言ってるのは絶対事実ばっかりの話してるわけね。思っても思わなくても、たとえ否定してもそれぐるみそうだ、そういう話してるわけね。それでそういう絶対事実も組み上げただけは組み上げた、で組み上げた人だけがその水を飲むことはできる。組み上げないでそう放っといたってその、泉がなくなるわけじゃない。それでね、結局仏教にはね、陽光破壊の儀の儀なし、戒律っていうものは本当の人間のその真実のあり方です。それをね、凡戒は我々戒を犯すことは今日みんなと酒飲んじゃったもんだから4回ってそういう時もあるさ。しかしながら誤解っていう絶対事実は消えない。これが陽光破壊の儀なし。そしてそのだから恥ずかしながら時には3回の時もあるって言って、それでもしかし私は誤解保ってるっていうところが私素晴らしいところだと。そういうビルマ人にそこまで仏法を教えている南方仏教は素晴らしいと思う。で私がこれ戒律保ったらなかった、これはその私がダメだった、そこに懺悔の頃ね。そして私が保ったからって保ったからあるんじゃなくて、本当には本来ある、保つのが当たり前で保てなかったのは私が悪かったというだけだ。それでね、このそれを腹大目者っていうけど、この別下脱っていうね、いう腹大目者って文語なんですね。それを訳すと別下脱で、遊興行の始めにね、何立ち引く我が滅亡においてって、お釈迦さんが亡くなる時だ、あの遊興行ってお釈迦さんの遺言のお経ですがね、その一番初っ端に出てくる、何立ち引く我が滅亡において、まさに腹大目者を尊重し珍重すべし、こう腹大目者を本当に敬って大切にしなきゃダメだ、暗に妙に会い隣人の宝を売るがごとして真っ暗の中でね光に出会ったよ、あるいは貧乏人が宝を発見したよ、まさに知るべし、これはすなわちこれ何立ちが大しなり、この腹大目者の精神だけが本当のね、お前たちのあの大師って、まあお師匠さんだ、我もし我世に従するとも
これに異なることなけんでね、お釈迦さんが俺が死んでもあずっと生きていてもただお前たちに原大目者を教えるだけだぞよってこう言ったわけだね。それほど原大目者の精神って大切なんです。要するにやってもやらなくても思っても思わなくても信じても信じなくても絶対事実として生命の真実のあり方はこれなんだ、これを天地いっぱい自己切りの事故な、天地いっぱい自己切りの事故っていう絶対事実がある、それに引っ張られて天地いっぱい自己切りの事故の歩みをしよう、今行動をしようって、その一つだ。そういうあり方は私がやろうとやるまいとに変わらず、それを今ここでやる、これが原大目者ですね。だから凡会はあっても用語を破壊の儀なし、信じても信じなくてもやってもやらなくてもこのこれは大切なことなんだ、だからやらなきゃならない、こういうことね。その点がそのリルンマジンっていうのは、その点がね、ビルマ人は、対立保てない時があっても失望しないじゃない。保てなくてもこれは俺が悪かった。またこの次に出直しゃいい。人事、あの、自意なんだからね。自意国国なんだ。国国にパッと手放してやれ。そういう気分がよく行き渡って。ところがこれ、悟りっていうものを固定して考えるとね、一旦俺は悟ったと思っているのに何かの弾みで、あ、俺の悟り危ないなと思ったら悟り取り上げられちゃうもの、こういう悟りは危ない。ビルマ人はそういう点を生き生きとして、生命っていうのは刻々なんだからね、自刻々生き生き、あのその時その時いかに生命の実物を発現するかって、これ自動車運転だ。そういうやり方ね。で、だからとあのその後のあれは悟りを固定化しすぎて、そして固定化して実体化して、あれ合格不合格の話にしちゃう。それじゃあ悟りが生き生きしていない。でその点、今私はあの今南方仏教でその誤解っていうのね、今に本当は日本じゃね三十上界十重金界っていうのを教えてるけど、これも原大目者の精神がよく教えられてないもの、日本仏教では。で今我々は私はこのあれを国国天地いっぱい自分入りの事故、そういう誤解の代わりにその話をした。そしてこの道元禅師はこの天地いっぱい自分入りの事故、国国天地いっぱい自分入りの事故を生きるのを今自重三昧って言われてるんだね。で結局の話、その自重三昧の具体的生き方としては今この生死の巻に挙げたね、このことですよ。具体的な生き方を一口に言えばね。でまあ私はね結局まああの以上の話のとしてだ、こんな話してるのは今の時代あまりにも生存ボケしているで、それで生存競争に興奮している今の生存ボケ時代の中にあってだ、私は言いたいのは本当の自分の真実の生命力に目覚めて、で本当の生命力のままにみんな自分こうして生きてんだから本当の本来の生命力ある、その生命力のままにその自らが自らを楽しむというこの自重三昧だね、自重三昧を楽しむ人生を送るようになったら嬉しいと思う。それでこんな話してる。私が
あの初めに言ったように私の人生活っていうのも今話してるのも、その要するに我々の人生から出発して自由三昧に至る道、それから自由三昧から 見渡した私の人生の話を言いたかったわけ。でそういう話。